正直一番嫌な選手でした。やはり自分がアルバルク東京でアシスタントコーチの時もヘッドコーチとしてもやっぱ彼をどう抑えるかっていうところにもういろんな本当に戦術戦略を試しながらも、彼にそれでもやられてっていうような選手ですし、もう彼の活躍あって負けた試合っていうのが本当にたくさんありますし、私アルバルクでの最後の、都市 B リーグ1年目の時も川崎さんに天皇杯で負けて、チャンピオンシップでも負けてだもあるので、そういった意味では本当に一番嫌な相手でした。まあ先ほども言いましたけども、やっぱりどのチーム、私たちだけじゃなくてどのチームも彼相手にどのようなディフェンスをするのかっていうのをみんな悩まれたと思います。そういった意味では本当に日本のバスケットボール界への貢献っていうのはすごい大きいなと思います。 B リーグがここまで人気が出たっていうのも彼の活躍があってだと思いますし、日本代表でも、オーストラリア代表を倒した試合っていうのも彼すごく活躍しましたし、本当に日本のバスケットボールの競技力向上に貢献してくれた偉大な選手だなと思います。もう本当にバスケットボール B リーグ全体に彼の影響はあったと思いますし、本当おっしゃる通り彼を止めるためのディフェンダーを、身長の高いディフェンダーを、動けるディフェンダーを各チーム集め始めたっていうのは、やっぱ彼がやっぱ素晴らしい選手というのはこうリーグ内でトレンドを作る、流れを作るっていう選手だと思うので、彼はそれをまさしくやってきた選手だなと思います。いや、まだまだやれますよ。引退はもったいない。多分それはみんなが言ってることだと思いますし、いやもう本当にもちろんね、彼も年取ったみたいなこと言ってましたけども、やっぱまあそこはね、やっぱ若い時にできてたことができなくなるっていうのはありますが、でもやっぱりこう勝ちにおける貢献度という意味ではやっぱすごい選手だなと思いました。でも本当そういった話ですよ。まだまだやれるじゃんっていうような話とか、まあ、ちょっと昔話をしたりだとか、そうですね、もう本当に彼からも長崎すごいいいチームになってるねっていうような声がけをいただいたので、それは本当に嬉しかったですし、知ってくれてるっていうだけでも嬉しかったですね。まあ、ニックがやってきたバスケットボールっていうのは本当に魅力的で、見る人があんなシュートも決めれるんだっていうような、おっとこう言わせるプレーが本当多かったです。長崎決めるかとしても、見てもらう人がやっぱりおっという、こう驚かせるようなプレーをやりたいと思いますし、バスケットボールとして感動してもらいたいなと思うので、まあ、そこはニックが B リーグの皆さんにやってくれたことを長崎決めるかとしてもやっていけたなと思ってます。いや、僕天皇杯でそれこそアルバルク時代にニックのことで覚えてるのがあって、競ってて結構川崎さんが上がってて、うちが勢いに乗ってきたんですね。で、本当うちがいいバスケをした時にもうニックの理不尽なシュートを連続で決められて、その後にこうベンチに戻りながら No one can stop me って言ったんですよ。それを別に誰に言ったわけじゃなくて、自分自身に言ってるのを見て、もうなんかそれを僕今でも覚えてます。もうどういう風に言ったっていうのを覚えてるし、もうなんかもう本当にあれは何ですかね、もう自信あふれる、もう本当覚えてます。 No one can stop me っていう、はい、もう今でも残ってます。ニックお疲れ様です。本当にニックが、日本のバスケットボール界に貢献してくれたのは本当に大きいと思います。僕個人としてはまだまだプレーできると思いますが、今から引退してからの、まあ、素晴らしい生活、家族との生活が待ってると思いますので、引退後も、充実した人生が送れるように、お祈りします。本当に、バスケットボール界への貢献、 B リーグへの貢献ありがとうございました。お疲れ様です。